してたんですけど、ずっと7月12日ぐらいが確か検定試験日だったんですよ。なんだけど、そうあのコロナの影響で延期になってしまい、11月の20なんか忘れたけど11月とかになっちゃって、もう勉強いいやってなったいつでも空いてます今なんで。そう、再来週開けといてね。 TikTok うちめっちゃコメントしたんだけど、いや変な人と思われてない、むしろありがとうって思って、コメント返信するね次投稿するとき。そうだからもういっかってなって、もうやだわ、そんな1年間も縛られたくない。そう半年後全く同じ状態。そう、まあだから暇だから勉強しよっかなーって感じだったんですけど、なんかもう猫ちゃん来たしレッスンもね、ダンスとか演技とかも始まったで、まあもういいやってなってる。でもお金払ったからそれどうなってるのかよくわかんないんですけどそう11月までに忘れるでしょ。 暇つぶしにできたってことでもいいや、とりあえずもういいまた9月ぐらいからやり始める、やるなら。山さんこんばんは。帰ってこないの？どういうこと？延期だから帰ってこないなって。11月に10どういうことなんだろうね。11月に回るのかな、それのお金払ったやつ。お勉強続けて頑張って、テストも延期なんだ。にゃんこおとなしく、おとなしく、うん、なんか今は遊んでるけど。まあでもこういうことか。って思いましたねこういうことなんですね、コロナのなんか影響というのは。そのテストの人気何気になったってことだよね。そういうことですよ。まだ隅っこにいるの？隅っこで寝るときは隅っこで寝てます。でも自分から出てきて遊んでますよ。12、1月とかに第2波来てたらまだ分からない。なるほどね、そういう、なんかもうちょっと早く分かっただろうって若干ね思ったりしたんですけど、まあこういうことですよ、コロナの影響というのは分からないもんなんですよね。受験料の話か、戻ってこないって。つらた、嘘だ。戻ってこないの？そんなことある？受験料戻ってこない？絶対もうちょっと早く分かったじゃん、じゃあ。そんなことある？つら。その時に受けないって、そんなことある？絶対早く分かったじゃんだってさ、ついこの間だったんですよ。6月終わり、6月始まる前に受験料払わないといけない。それ分かってたくない？ちょっとそれ辛すぎる。痛いんだけど、それピョコ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 。いや分かってたじゃん、絶対分かってただろ。7月ですよ、なんでやね。タンプレね、来てたみたいです。ありがとうございます。でもまだ受け取りに行けてません。ありがとう。そこまで待てないから返してって言ってみよう。おそらく無理だわ。マジそうなんだ、ダメなんだ。へえ、絶対分かってたじゃん、できないってお金払ったのにも。多分勝手に延期後の試験に申し込む出てるパターン。でもどうなるか分かんないね。その受付とかもさ、どうなるか分かんないですよね。だからなんか待たないといけないわ、通知かなんか分かんないけど、待ちましょう。これがコロナの影響なんだな。
でも学校とかもさ、学校行ってる人とかもめっちゃ大変だと思うんだよね。学校始まりますみたいな、いや始まりません、やっぱりやっぱり来週から始まりますみたいな、大変だよね。何申し込んだって、 A 検定の受験料自分が受けるやつは勝手に申し込む。あ、そうなんだ。ソロのね、ソロの BLT さんのやつはね、6月24日発売です。栄養士、食生活アドバイザー、栄養士ではありません。始まらなかい。そうだから親御さんとかも本当大変。ダメだよ、勝手にご飯を食べようとしている。もう食べたでしょ今日は。はいはい、こんばんは、ペロペロ。もう食べたでしょあなたご飯。みゃみゃなんですか。にゃぷーにゃなんだってさ。もう食べたでしょ。食べ過ぎたらまた昨日みたいに吐いちゃうよ。ねバルフフフ。よし、一緒に寝ております。パンチ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 東京に来て猫飼い出したの。そうですよ、パフパフパフ。お腹のマッサージ、暴れてます。お腹をマッサージしようね。痛い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 。1月上旬までに郵送で案内だ。1月上旬まで郵送で案内だって。郵送で案内、何を案内してくれるの。そのどうなったかってこと。こまちふわふわで、かそうなんですよ。ちょっと長毛でね、痛い痛い。え、お尻大丈夫。お尻は綺麗かな。もともと猫飼ってたんだから扱い方分かってね。あ、てててててて、さっきまでゆらちゃん配信してた。マジ。ははははは、痛い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 ことしないで。振り替え希望しない場合は返金。返金しようかな。もう11月。だったら優しい。けけでも言うほど抜けないですね。明日も東京雨。マジか。もうやだね、頭痛くなるからさ。あ、暴れてます。廊下走って。7月の試験を11月に振り替えない人は全額返金で、その案内柄が7月に送る。あ、そうなんだ、ありがとう教えてくれて。どうしようか、もうまだ分かんないからね。とりあえず7月上旬まで何も考えないとこも楽しいですよ。もうご飯はダメだよ、散らばってるやつを食え。ノンアルコールオレンジカクテル飲んでた。今日は久しぶりに、久しぶりでもないですけど、梅男っていうお酒を飲みました。梅男だっけっていうお酒を飲みました。なんか毛が入った。3級と2級、もう3級だけやろうと思ってました。
まあでもね、もうとりあえず勉強しないな。9月ぐらいからまたやるかやらないか決めよう。芸能活動が忙しくなったら猫どうするの？猫ちゃんずっと寝てるだけなんで大丈夫ですよ。そんな、そろそろ眠くなってきたので寝ます。おやすみ。あ、男梅か。え、カフさっきなんて言った？かんないけど、男梅っていうお酒を飲んでました。でもなんか最近なんか頭痛くて今日はね残しちゃったわ。勇気男みたいな言い方で、ね、え、本当は何？どういう発音なんだ。おやすみ、体調気をつけて。のけんさん、ありがとう。おやすみ。明日は TikTok 撮ろうっと。おいしいですか？残りのやつを舐めてる。かわいそう。ご飯あげたくなるけど昨日吐いたからダメだよ。明日の朝だよ。猫ちゃんがやる生活は嫌さそうなんですよ。さっき梅男って言ってた。雪男、男梅か。赤ワイン1本開けてそろそろ頭がいいで。赤ワイン、え、家でワイン飲む人ってすごいな。挑戦してみようかな。なんかビール大好きだったんだけどさ、まあ、お腹でっていうからさやめてるんですよ、ビール。サイゼリヤで一人一本でボトル、一人一本までボトルワイン持ち帰る。そうなんだ。サイゼリヤでワインってね、ブドウジュース、いや全然ブドウジュースではない気がするけど。赤か白どっちが好きかな。最近ワイン飲んでないか分かんないな。白のが飲みやすいっていいよね。ビールは太るよね。ワインは体に、あーそうなの、体にいいらしいんだ。へえ。一本グランプリついてる。いた。なんでそんなことしてるの。ピエ。抱っこされて本当に嫌そうね。またうーって口に、うん、してて、おーおーおーおお、一瞬接続悪くなったぞ。僕は赤が好きなんです。赤が好きなんだ。どっちも好きだな。顎かまれました。フランス人が取ってないのは赤ワインのおかげらしい。そうなの。じゃあワイン飲もうかな。これからプリン体やばいから最近はストロングゼロ。ストロングゼロもさ、一人なんか酔いたい時はと手っ取り早いけどね。カートにそこがあって、かわいい、わかる。あっつ、寝てる間にベッドから小町落ちない？落ちないよ。自分から落ちてるけど、なんか餌食べ、餌とか喉乾いて水飲んだりしてる自分気に落ちたりしてるけど、落ちたりっていうか降りたりしてるけど。こだわり酒場、こだわり酒場のレモンサワー飲んだことある？ある。あ、この前さ配信で飲んだ気がする。配信前に、え、この前結構飲んだな。この前のリモート収録の時めっちゃくちゃ飲んで、収録終わった後の記憶がねあんまないんですよ。その1本目、前回の酒場、あの5軒ぐらい、6軒か、5軒6軒ぐらい行ったところはその記憶あるんですけど、そんな飲んでないのにね、前回のがリモート収録のがなんかあんま記憶ないです。でもショールーム帰ってくる時にだんだんこう冷静になってきました。
ショールームしたら客あるき、あるある全然ある。その一瞬の間の記憶があんまなかったわ。寝返りして潰さないように持ち。指原さんが言ってたけど、営業力から抜けたらショールームの収入が上がったって言ってたよ。収入上がった、あ、まあでも契約が違うからじゃないですか。キヤさんこんばんは。変わったり酔いたい時あるのか。それは大人だったらあるでしょうよ。まあそんな感じです。じゃあそろそろ終わりましょうか。なんかブツブツ切れる。あ、本当に？そろそろちょっと。では順位を読みたいと思います。ランキング13位名犬ラッシー、12位オッチラさん、11位アヤタル、10位ヤッピー、9位ライルタル、8位ニッシャン、7位テュタル、6位エイティ、5位おお、それ触らないでよ。5位ケヨンタル、4位岩タル、3位マサミさん、2位ケンちゃん、1位トシちゃん、ありがとうございます。え、何？今日も見れてよかったです。コマチ見せて、コマチ、はい、で挨拶しましょう。最後に挨拶してくれじゃいな。バイバイするよ。はい、せーの、痛いです。おやすみ、バイバイ。最後だけ間に合いました。ありがとうレオンくん。では皆さん、再来週の土曜日ですか、開けといてくださいね。ご飯食べて。では今日もありがとうございました。スクショタイムです。顔大丈夫？多分大丈夫です。ダメだって、それを噛んでらダメよ。ダメよ、痛い。はい、もちってな。